ちらでピエモンを倒したの？ミュウ、私たち勝てた、勝てたのよ。すごい、すごいよ。シャクモン、えらい。この私に膝をつかせるとはな。ガルルモン、この裏切り者め、貴様もこの世界を闇に飲ませたいのか。ふん、まさか俺が裏切り者と呼ばれる羽目になるとはな。俺はお前ほど主を信じていなかった。それだけのことだ。ずっと気になっていたの。主って一体何なんですか？そうよ、それにどうして生贄が必要なの？みゆきちゃんもなんで巫女って呼ばれてるの？私が素直に答えるとでも？往生際の悪いやつだ。お前は負けたんだ。これ以上ボコボコにされたくなかったら。私が負けた？私が負けただと？だからお前たちは無知で愚かだというのだ。な、何それ、どういう。ミュウ、俺の後ろに下がれ。なんだ、世界が一瞬大きく揺れた。なんだこれ、空気が変わった。なんかやばい感じじゃねえか。しまった、みゆき。やべえ、みんな逃げろ。待って、ミノル君、みゆきちゃんがまだ祭壇にいるのよ。さあ儀式を始めようぞ。我らが主よ、か弱き我々が失礼し、この祭壇よりこの荷へ人間の子供を捧げ立て祀る。ダメだ、タクマ君。霧の中に突っ込んだら、みゆきちゃんどころかタクマが死んじゃうよ。でも動けない子を見殺しにはできないよ。だからってこれじゃあなたが犠牲に。そんなのダメよ。そうだ、みゆきのことは私の問題だ。タクマ君をも失うことになったら。戻れる保証がないのは分かってます。でも動けないみゆきだけが飲み込まれるよりマシなはずだ。大丈夫、みゆきを連れて絶対に戻るから。バカ野郎、死にに行くようなもんだろ。待てって。タクマさん、ダメ。ごめん、みんな行ってくる。止められなかった。私は
ガルルモン、待ってくれ。どこへ行くんだ。勘違いするな。俺はまだお前を許したわけじゃない。今回は手を貸したのは、それはあのピエロ野郎が気に食わなかっただけだ。だったら次はどうなるかわからん。出会った瞬間にお前の喉元を食いちぎるかもしれないぞ。俺の心にはまだ迷いがある。ま、俺は行く。止めるんじゃねえ。ガルルモン、こんなところでさよならじゃねえよな。二人ともそのうちひょっこり戻ってくるよな。あれ、ここはタクマ、ハグモン、よかった、無事だったのか。うん、タクマも無事でよかったぞ。気がついた、タクマさん。みゆき、私のことがわかるのね。暗闇に取り込まれずに済んで本当によかった。う、うん、みゆきこそ無事みたいでよかった。みゆき、おしゃべりできるようになったんだな。うん、一緒にいたのにずっと黙っていてごめんなさい。あれでも精一杯だったの。みんなの言葉に反応したくてもできなかった。私はこの世界の主に魂を半分奪われていたから。世界の主に魂を。私とタクマさんを取り込んだあの霧、あれは主の力の一端。私はずいぶん昔にあの霧に取り込まれて、もうどれくらい経ったのかな。長い年月、心を食われ、意志を奪われ、私は魂の半分を主に消費され続けていた。そして魂の残り、かろうじて主に捕まらずに済んだ、もう半分。それが獣神の世界で、タクマさんたちが出会った。ハルが守ってくれていなかったら、とっくに魂の残り半分も食い尽くされていたわ。
私だけじゃない。たくまさんもさっきは危ないところだった。もしかしてさっきの暗い空間で光の方に来なかったら。きっと私と同じように取り込まれていたわ。いえ、きっと私よりも深く魂や命、存在のすべてを食い尽くされていたと思う。そっか、ギリギリのところだったんだ。ありがとうみゆき、助かったよ。え、霧に飛び込んだ時みゆきが消えちゃうかもってただただ必死だった。だ、よく考えたら僕だって霧に飲まれたらどうなるかわからなかったんだよね。助けてくれてありがとう。こうして話ができてよかったよ。お礼を言うのは私の方で、私今まであなたたちの役になんて立ってなかったのに。それなのにたくまさんは自分の身を顧みず私を助けようとしてくれた。私こそありがとう。そんなあなただから。あ、いけない、主が私たちの居場所に気づいたんだわ。なんとかしないと。天に輝よ。う、歌？なんでこんな時に。いにしえよりのぬくもりは消えず。うわ！これ攻撃されてるのか。みゆきも歌ってる場合じゃないよ、隠れないと。あ、待てよ、みゆきのこの歌どこかで聞いた。この世界、御霊の子はね響きけり。みゆき、待ってくれ。まだ聞きたいことがたくさん。光が。世界が再びつながった。逃さぬ巫女よ、巫女の力にて取り戻さなくては。力、知識、存在、魂、心、彼方のすべてを我が血肉に。逃さぬ。たくま、忘れ物はない？うん、ないよ。本当？キャンプのしおりは？ハンカチも余分に入れてる？山の方だと急に涼しくなることもあるし、ウィンドウブレーカーとか上着も。大丈夫だって母さん。寝る前もさっきもちゃんと確かめたんだから。確認は何度やってもいいんだから。だってさ、確かあれはたくまが小学校2年生の時、お弁当忘れたまま遠足に行って泣いて帰ってきたことがあったじゃない。もう何年前の話だよ。まったく。向こうについてもあんまり夜更かししちゃダメよ。
あとバスの中でスマホ見すぎるのもダメ。車酔いするからね。ああ、わかったわかった。それからまだ何かあるの？ズボンの内側にお守り縫い付けといたから。お守り？どういうこと？どうしても困ったことがあったらそれを見なさい。わかった？僕、もう子供じゃないんだけど。あら、母さんにとってタクマはいつまでも子供よ。もうそういうのいいから、行ってきます。じゃあ行ってくるから。待ちなさい、タクマ。これ忘れてた。母さん、もう時間ないから。ダメよ、タクマ。戻っていらっしゃい、タクマ。タクマ、タクマ。からどうしたんだよ、母さん。タクマ、起きて。タクマってば。あ、よかった、起きた。アグモン、夢か。夢？タクマ、大丈夫？え、ああ、うん。ごめん、なんかまだ頭がぼーっとしてて。で、ここどこだ？僕にもわかんないよ。気づいたらここにいて、タクマが倒れてたんだ。でも、なんでこんなところに。いや、それより僕は何をしてたんだ。タクマ、忘れちゃったの？ごめん、なんか記憶が曖昧で。僕たちがここに来る直前のこと覚えてない？直前？何も覚えてないのか。僕たちはまずみゆきを助けるために廃工場に行ったんだよな。そうそう。そこで、そうだ、ピエモンと戦って勝ったんだ。そうだよ。けどその後みゆきが霧に飲み込まれて。僕たちはそれを追いかけた。そしたらなぜか音楽室みたいなところに出て、そこでみゆきと会ったんだ。よかった、タクマ。ちゃんと思い出せたみたいだな。ああ、そうみたい。
って、そういえばみゆきは？みゆきはどこに行ったんだ？僕にもわかんない。僕が気づいた時には、たくま以外誰もいなかったぞ。あれこれ考えるのは後だ。まずはみゆきを探そう。みゆき、どこに行っちゃったんだろう。そんなに遠く離れた場所にはいないと思うんだけど。もっと向こうも探してみるか。いや、いきなりはやめておこう。奥の方は木が生い茂ってて薄暗いし、何があるかわからないから。それにしてもなんか変だな。変って？なんだろう、この森違和感があるっていうか、いつもと何かが違うような。それなら僕にもあるぞ。アグモンも何か気になるのか？何が気になるんだ？今の声って、タクマ、僕にも聞こえたよ。あっち。タクマ、あそこ見て。ミユキが倒れてる。ミユキ。ここは。ミユキ、僕がわかる。タクマさん。ミユキ、よかった。大丈夫？怪我はない？はい、多分。でも私たちどうしてこんなところに？よかった、本当に大丈夫そうだね。え？いや、もしまた前みたいにちゃんと話せなくなってたらどうしようかと思って。心配してくれたんだ。当たり前だぞ。みゆきも僕たちの大事な仲間だからな。たくまさんとアグモンにそう言ってもらえて、私嬉しい。それにこれまで私たち兄弟によくしてくれて本当にありがとう。どうだ、やっとちゃんとお礼が言えたかな。お礼なんてそんな気にしなくていいよ。僕はそうしたかったからそうしただけだから。僕もタクマと一緒だぞ。私も私の意思でタクマさんにお礼が言いたかった。私たちって同じことを考えていたのね。そうだったのか。今までみゆきとこんな風にちゃんと話したことってなかったね。でもここに来る前の場所でもみゆきはちゃんとおしゃべりしてたよ。あの時は急だったし、ゆっくり話したわけじゃないからさ。そっか。ある意味はじめましてだよね、たくまさん。うん、それじゃあ改めてよろしく、みゆき。アグモンもよろしくね。よろしく、みゆき。あの、それでたくまさん、アグモン、ここは一体どこなの？ごめんなさい、私ぼんやりしてた時のことあまり覚えてなくて。謝らなくていいよ。それに実を言うと、僕たちもまだここがどこなのかはっきり分かってないんだ。
でも森がいつもと違ってなんか変なのは分かってるぞ。そういえばさっきもそんなことを言ってたよな。アグモンは何がいつもと違うと思ったんだ。この森、僕たちみたいな奴らの気配が全然ないんだ。アグモンみたいな奴らって？うん、ファルコモンやドラクモンや他のみんなの気配も全然しない。それってどういうこと？それは僕にもわからない。ファルコモンたちの気配も他の奴らの気配も何にもないなんて、やっぱり変だよ。みんなと遠く離れちゃったってことなのかな。パッと見た感じだとさっきまでいた工場の近くでもなさそうだな。あの妙な島のどこかだとは思うんだけど。廃工場に向かう途中にも森があったけど、あそこには花なんて。タクマ、どうかしたのか？何かわかったの？いや、まだ何も。タクマ、これからどうする？ああ、うん。僕もそれを考えてたんだ。ここでじっとしててもどうにもならなそうだし、かといってむやみに歩いて迷ったりしても大変よね。敵の気配はしないけど、先に僕が見てこようか。二手に分かれるの？そんなの危なくないかな。そう言われると。タクマ、どうしたらいいと思う？